何の日でしたっけ。今日はバレンタインですね。そうですね、今日はバレンタインデーなんですけど、はい、はい、どうですか皆さん、チョコレートもらいましたか。もらった方まだもらってないんですか。カジさんはどうですか、学校で。学校はあの友達に結構もらったんですけど。モテモテじゃん。はい、はい、美味しかったですか。美味しかったですね、はい。私もね、学校行ったらバレンタインのチョコレートをお友達にもらったんですけど。俺まだもらってない。あ、そうなんですか。じゃあ今日せっかくバレンタインなので、好きな方とかにぜひ声をかけてください。あ、私ですか。確か用意してないんですよ、すいません。はい、それで来年、はい、私まだ今年ね、はい、チョコレート用意してなくって、明日学校に行ったら渡そうかなと思うんですけど、はい、楓さんも今日買いに行くんですか。今日買いに、お母さんが買いに行く。そうなんですか。じゃあ来年ね、言っときます。来年皆さんにね、はい、そういえば、はい、今日はバレンタインでもあるんですけど、春一番が吹いたようですね。だから今日こんなに暖かい。そうですよね。なんか昨日学校出たら、はい、なんかあれ、うん、何ですか。はい、春一番さん、春一番、そう、春一番が吹いて、え、何の話ですか。アントニオの、あ、元気ですかってですか。あ、知ってますよ。はい、それで今日すごい暖かくて、はい、すごい薄着できたんですよ。はい、そうなんですか。だから、はい、ちょ、何、なんか喋んない、全然喋ります。喋ることがないよ、そんなに。何を喋っていいの今日あのバレンタインともう一つに、あのふんどしの日っていうのがあるんです本当は、まあ、これ皆さんすごいちょっとだらけてるよ。じゃあ本当に今日ふんどしの日っていう、あのね、バレンタインと別にふんどしの日っていうのがあるんですけど、私が調べたんじゃなくて、彼女が、そう、そうで、事前に調べた。違うんですよ。で、こそっと楓に、今日バレンタインじゃなく、今日バレンタインなんだけど、そう、その日でもあるんだよって言ったら、まさかステージで言うとは思わなかったです。喋ることがない。すいません、ちょっと喧嘩。あと私、髪の毛を切ったんですよ。あの、10センチ。なんか今日言うこと多いね、結構。だって喋ることない。今日ステージ前に、まあ、ちょっと喧嘩したんですけど、また。だ、それはあんたのせいだよ。まあ、まあ、いろいろ喧嘩したんですけど、まあ、はい、何かわいちゃん言ってんの。まあ、次の曲にじゃあ行きたいと思います。何それ、次の曲行くの。もうだってこのまま話しててもあれかなみたいな。いいの、髪の毛の話しなくていいの。大丈夫です、まあ、したいですよね、してほしいですよね。ほら、してほしいって。なんだ、じゃあそれで何、髪の毛切って。髪の毛切った。え、それだけなんで。あ、そう、髪の毛切ったんですよ、はい、それで、そして前までは、なんだっけ、あだ名がなんだっけ、24歳独身っていうあだ名が友達からって本当なんですよ。私たち2人で遊ぶと結構ね、そうね、なんかね、すごい大人に見られて決まってます。この間も、なんだっけ、一緒に焼肉食べに行ったりします。そうです、ぜひね、私たちの行動が分かると思うので、ぜひツイッター見てみてください。はい、え、次ですか。次いつ行く。次は、まあ決まってない、ね、決まってないね。じゃあ不定期なので、皆さんぜひね、葵と楓のツイッターもブログもチェックしてみてください。どう、これでまとまったと思わない。はい、じゃあ次の曲、はい、行きたいと思います。キャンディーズさんの年下の男の子、微笑み返し、2曲メドレーで聴いてください。あいつは変わりき年下の男の子。
運び出された荷物の跡は畳の色のそこだけ若い。